はい、こんにちは、黒田和義です。マルセロ木村くんです。よろしくお願いします。お願いします。今回はアルトンデオカルソジョビーの、僕はじあの妹さんのね、エレーナさんが書いた、自伝、評伝みたいなやつをこう全部まとめたんですけど、まあ、もともとこうジョビンってどういう人なのっていうところを紹介していきたいというコーナーでございますが、はい、よろしくお願いします。まあ、ブラジルで生まれて、お父さんがそうなんだよね。お父さんがジョルジっていう、まあ、英語で言うとジョージさんだよね。どうですか、今日。ね。で、お母さんといたんだけど、すぐいなくなっちゃって離婚して、で、なんか義理のお父さんがセルスって言ってくれて、まあ、一緒に暮らしてたみたいな感じなんだけど、で、まあ、クラシックピアニストを目指していた。でも2人目の先生にあんた作曲の方がいいと言われたという話なんだけど、なんか、でもこの間言ってたワンノートサンバも、なんか、そうレッだスンしね。てる時に、こう、一つの音ずっと弾くっていうやつやってたら、あまりにもハーモニー美しくできたのがワンノートサンバ。すごいね。高校生さんね、ウーホイテルっていう先生だったね。ハンス・ホアキン・ウーホイテル、ナチズなんム。ですから、亡命してきたんだ。逃げて、それ逃げでてブきラたんジだ。ルに来て、音楽先生になっちゃって、で、ジョビーにどんな、あまりオーソドックスな、教え方じゃなくて、ちゃんと、モダンみたいな感じの、ハーモニーとか。そう、いい先生に出会ったんだよね、きっとね。とてもいい先生、彼も、他のミュージシャンも、ブラジルのアーティストも、作曲家にも、たくさん教えた。すごかった。ちょうどいい時代だったんだね、タイミちング的ょうにどね。いい時代ね。そう。クラシックピアニストね、そう。で、まあ、デビューは、これでもあれだよね、奥さんと結婚してから、早くもなくても、でも10代だよね、確かね。そうですね。学生の時に奥さんと結婚してしまうんで、テレだ。めちゃくちゃ男前なんだけど、結構奥さん一筋だったんだよね。ね。モライス、まあ、この、作詞家の人は、彼はもういっぱい、了解。もう9回結婚した。もう負けた。素晴らしい。あれ、マルチョコミはまだ2回？一回だけです。いや、顔で。まあ、冗談で。2回したのかなとか思っちゃった。負けた。デビューは、デビューするっていうか、奥さんと学生結婚しちゃうから、学校辞めちゃうんだよね。で、夜の、キャバレーでピアノ弾いたりみたいなことしてて、で、なんか、ラジオ番組の、譜面を書いたりとかする仕事してたりとかして、お金があんまなかったから、モラエスが、黒いオルフェだっけ？黒いオルフェの、劇場版だよね？のを作るのに作曲家を探してて、で、ベロドってお店で紹介してもらったら、それはお金になる仕事なのって聞いたっていう 有名な。で、面白かったのは、ジョビーもその時ね、ビール、まだビールたくさん飲んでる、ビール安いから、で、モライスね、ウイスキー飲んで、前、なんかビール飲んでるの、そうですね、ちょっと安いからね、いや、これからウイスキーにして、安い男は嫌だって、安い言男わなんれか、たんだ。へえ。で、ウイスキー好きになって、それで、ね、ジョビーもずっとウイスキー飲んでたね。でも、モライスとジョビーでもウイスキー飲んでも、なんか、ちょっとずつ飲んでたから、そんなに、なんかね、みんな見てさ、すごい酔っ払ってるんじゃないって思ってたけど、みんなちょっとずつ、そのヴェローゾで、長い時間いたからね。でも、ジョビーが飲み方です。ちょっとずつ。2時間ぐらい、一杯。ああ、そんなゆっくり飲むんだ。いい場所だったね、ベローズ。ね、ベローゾね、今は、イパネマのガ娘ロのタ名リ前パだネけマどね、ね。ガロタでイパネマってお店になってますが、そこに2人で作曲したイパネマの譜面が残ってたりとかして、このジョビンは、このジョアン・ジェルベルトを、やっぱりこう、すごい、この演奏がすごい好きだから、彼を紹介したいということで、いろんなし、もう自分もちょっとモライスと一緒に仕事して、まあ、このサマンズ・ライト・アップ・マイ・ライフっていうのが、その、戯曲の中に入ってて有名なんだけど、
もうちょっと有名になり始めてた頃だけど、いろんなところの CD 会社にお願いするんだけど、みんなそんな新人で、そんな嫌だ嫌だって言われて、でもなんかもう結構しつこいタイプの人みたいで、何回も何回も言って、結局何年かかかってやっとこの人のアルバムを出すことができて、すごいよね。だって普通やっぱ自分が歌ったりしてたらさ、自分が歌うのにこう歌も自分は作曲側に回ってプロデューサー側に回るのが好きだから、すごくこう愛情にあふれる人だったんだよね、多分音楽が、ね、本当の意味で音楽が好きな人って感じ。そうですね。なんかこう演奏するのにってさ、こう演奏するのって本当に音楽が好きで演奏してる人と、演奏してる自分が好きな人こうタイプがいるような気がするんだけど他人の演奏とか聞きに行かないで、とにかくもう自分が演奏してるのが好きっていうタイプの人といるんだけど鏡、家で鏡の前でずっとそうこうやって見て、あ、俺もそれってすごいみたいな、俺見てみたいな。でもこのまあ、ジョアンをこう売るところが俺はすごいと思って、これが世界的なアルバムになって、で、まあ、もちろん作曲家としてもこれで名前を馳せていくんだけど、でカーネギーホールで、演奏するっていうんだけど、この当時だから何バンドもなんか呼ばれて、でだんだんこう取り留めがつかなくなって、でジョビンは行きたくなかったみたいなのね。まあ、私はジョビンから聞いたじゃなくて、メネスカールさん、メネスカールさんもね、その最初行って、彼も、まあ、私ちょっと違うけど、やっぱり、彼の見方ね、た場所はね、やっぱりみんなちょっと気にしてきて、ちょっとね、もう、あんまり、なんか適当なイベントみたいな感じになってた。感じね。最初もボサノーバって、名前も付けれなかったし、ボサノーバはグループの名前だったの。いや、ボサノーバさん、みんな、ボサノーバの皆さんね、グループとしてボサノーバに行ったの。そうそう、すごいみんな、ぐちゃぐちゃこのイベントみたいな。っていうイメージだったね。ジョビン多分ね、それ、アンコンフォトブルみたいな。まあ、相当嫌だったみたいだけど、で、最後に、やっぱりこう、でもこのコンサートがあった後には、やっぱりこう、ボサノバゴーホームみたいな、やっぱりアメリカからも言われて、でブラジルの方でも、いや海外で演奏するなんて言って板挟みになるんだけど、ジョビンはここまたこの持ち前のこの忍耐力でこう頑張ってアメリカに残って一生懸命こう演奏していくわけじゃないですか。でまあこれはブラジル出したアルバムだと思うんですが、この辺のアルバムはなんか一般目の娘が入ってたりとか、で英語でなんか英語でイパネマのことをなんかみんなイパネマって言われたらアイパナって呼んでたらしくてアイパナってあの歯磨き粉があったらしくて歯磨き粉と同じ名前になるのは嫌だとだから自分でちゃんと歌詞書くって英語の勉強始めてみたいな。面白い。でこの時になんか初めて2分の2拍子で書いた方が、ブラジル人って4分の2で書くんだね。4分の2です。はい、4分の2で書くんだけど、この時に世界的に通用するためには2分の2で書いた方がいいって言われて、あ、こっちが後なんだと俺思って、ブラジルの有名な教本とかみんな4分の2で書いてあって、うん、今でもなんかそういうあの書き方のことでいつもちょっと困る、うん、ああそうね、ジャズミュージシャンにやっぱり2分の2かね、絶対4分の4ももう書かないぐらい大体ね。そうだよ、多くなってきて、ね、こっちが終了になっちゃったね。そうそうそう、面白い。で、ゲッツ&ジルベルトっていうのが、まあ、これがもう一番ボサノバを世界的に有名にしたアルバムだけど、なんかこの英語でこのイパネマの娘書いて、で、アストラド・ジルベルトに歌わせてみたいな感じにしてて、なんかジョアンはなんかこう、ゲッツの演奏がま好きじゃなくて、なんか、あいつはボサノバ分かってないってずっと言ってて、で、ジョアンが、一生懸命こう悪口を言ってるのに、なんか、ジョビンは、なんか、あなたのこと素晴らしいって言ってるとか言ってた。全然伝わってなくて、だんだん、今度がまたジョアンはジョアンで怒り出して、レコーディングの日は当日結局、なんかホテルもいなくて、4時間ぐらい遅れたらしいよ。なんかほんでもう僕はレコーディングしないって言ったんだけど、奥さんのテレーザが迎えに行ってなだめてなんとか録音はしたけど、録音終わった後のレコ発も全部行方不明で、
ずっとヨーロッパにいたらしくて、よっぽど嫌だったんだろうね。うわー、すごいね。なのにすごいアルバムになっちゃったけどね。ね、いやアルバムだよね、うん、確かに。まあ僕が聞くとやっぱりこうゲッツがちょっと音が大きいというか、なんかこうトーンが合ってない感じはするんだけど、それはマルセロ君から聞いてどうですか。いや、まあ、同じこと思うんですけど、やっぱり私やっぱりもう遠いところから見ると、うん、その2つの世界でそうだね、るのはすごかったね、うん、そうだよね。なんか、うんうん、まあジョン・ジョバートはもう元々ね、みんなにもゲッツだけでも難しいじゃなくて、うんうん、どんなミュージシャンでも大変だったね、そのゲッツがね、うんうん、だからもう、だからもう、ね、ジョバートはジョバートああいう世界だからしょうがないから、うんうん、もうこんな2つの世界でね、初めてなんかね、そういうことはあったよ。素晴らしいなって思ってた。あ、そうね、やっぱりいいアルバムだよね。僕から聞いてもやっぱり、うん、そのなんかちょっと違和感的なものありつつも、いい、ね、よくできたジャズとボサノバのなんかこうなんか接点みたいなのができた。ポジティブなことは多分そのマイナスね、いろいろトラブルとかあると思うけどね、うん、こととか。だけどそれはいいこと多分の方が多いですね、このトータルでね、トータルで見ると絶対いいよね、うんうん。いや、あのアストラとジルベートの歌も可愛いもんね。なんか本当に素晴らしかったね。ね、可愛いです。でもこの著作権問題っていうのが僕今日知って初めて。ブラジル人はアメリカの曲いっぱい歌ってるじゃん。だからアメリカ人がブラジルの曲歌ってもお互いお金はもうその相殺って言って、要はお互い請求するのなしねっていう。すごいね、私も知らない、初めて聞いた。だから、イパネマも相当もらえなかったみたいよ。びっくりした。ドビンが一回インタビューで借りてたの、うん、イパネマね、1万ドルしかもらってないんだって。うん、あ、やっぱそんなもんなんだ。最初の方。うんうん、最初の方ね、うん。最初作った時に、もう、レコーディングしてパンって。うん、1万ドルはあの時代彼に乗ってるの、すごいいいお金だと思ったけど。まあ、どう、全然大丈夫。まあまあまあ、そうだよね。100しかもらってないのに。うん、あの時代ね、その後、その後、ね、自分で出版社作ってからは自分の収益だけど、それまでは全然だ。まあその当時ブラジルのお金で言ったら、まあ、今で言ったら100万ちょっとぐらいかもしれんけど、その当時だと1000万ぐらいあるのかな、イメージ的に。もしかして ね、やっぱその時代的に言うと ね、 ね、結構あったかも。でもにしてもね、儲かった全体の総額からしたら全然ね、すごい。でアメリカに行くじゃん、この結局このカーネギーホールのところで行ってて、でアメリカでショーをやってもあのユニオンカードがもらえないんで、お金がもらえ、ギャラがもらえないんだってすごいね。だからそのずっと無料でやってたらしくてでそれでもやっぱり自分がブラジルの曲を紹介したいって気持ちでずっとアメリカでやってたみたいで、そしたらあのさっきのベローゾですよ、はい、あの電話がかかってきてですね、フランコシナトラから直接電話かかってきたらしくて面白い話ねそれね。えで、はぁとか言ったらしいけど、お店の人はお店の人ね、あのドビンさんなんか誰かなんか変な言葉なんかわからないなんか変な言葉で話してるから、ちょっとジョビンしか言ってないから英語だったけどね、英語喋れなかった。いや喋れないからね。そしたらフランコシナトラ直接だったっていう話で、うん、これはでもやっぱり英語歌詞作成に心砕いてきて、だからシナトラが英語の歌詞を見てこれ歌いたいと思ったわけでしょ。だからやっぱあの最初の頃にこうアメリカに紹介された時はやっぱりこう勝手にあの歌詞が全然違う風につけられてて、なんかバナナとか女の子が出てきたりとか、なんか全然違う意味の歌詞が多くて、だから自分で英語を勉強して訳して、しかも南部南まりとかも全部あの覚えて作ったみたいで、そういうとこすごいよね。すごいね、すごい。まあ1966年シナトラの共演で、まあ、これでも世界的に有名になるんだけど、これ動画見たことある？2人で。もうある、もう最高だね。でもさ、やっぱりシナトラが1人で歌ってさ、ギターがこう影になっててさ、途中でパーって当てられるんだけどあれ最初から対等じゃないんだみたいな、まあそれは対等じゃないけどすごいい
いいね、これ YouTube でも全部見れるもんね。いいね、あの映像で、ね、初めて、ジョビンギターもうまいなと思って、すごい、ね。まあ、そうだね。うんうん、まあ、最初、ピアノの前にちょっとギター弾いてたからみたいな。うんうん、まあ、そうだね。うん、すごい。で、まあ、もう この辺ぐらいから、あんまりこうポピュラーな曲じゃなくて、どんどん自分の世界に入っていくから、あんまりこっち以降の演奏は、あんまり、ね、例えば、ウルブとか、あのマチタペレーとかあんまり日本人みんな知らないですよ ね, ですね、うん、後半になってきて最後のこれはあのジャズミュージシャンとのコラボのアルバムとかもあるけど、あれすごくいいと思うんだけど、あんまみんな知らないですよね。そうですね、そう、うん、みんなブラジルでもちょっとやっぱり変わったね、ジョビーも、ブラジルのファンもちょっと本当に好きか嫌いのすごく、ああ、ちょっと別れた感じ。ええー、すごい、結構、ブラジルでもね、いろいろ大変だったし。ああ。知らない人も多い、まだね。なるほどね。だから、マチッタ・ペレとか、この辺とかも、なんか、もう、このあたりのアルバムになってくると、ほぼ自主制作だもんね。そう。あの、レコード会社ついてないみたいな感じ。ね、うん。マチッタ・ペレっていう、このマチッタ・ペレ自体は僕はすごく好きで、よく、あの、ジャバダバダバダバーンって始まるやつで、すごいこう、あの、対策な感じだけど、リズムの途中、組曲みたいになってるもんね。そうですね。あれのアルバムね、結構、ヴィラ・ローブズの影響たくさんされてるね。ヴィラ・ローブズっていうクラシックの作曲家。で、彼も言ってたね、ジョビンが。あのアルバムからちょっとやっぱり、ヴィラ・ローブズのアレンジメントみたいな感じで。うん、うん、うん、うん。やっぱり、うん、ちょっと毛色変わったよね、なんかあの、でジャズミュージシャンも取り上げにくいじゃん、あの繰り返しじゃないから、うん、そうだ、みんな俺も知らなかったけど、僕はまあ好きだからいろいろ聞いてたけどね、うん、でこの3月の水って雨っていうやつはこの間紹介したけど、このマチッタペレを作曲してる途中にふって思い浮かべてピアノ弾き始めて、でテレザにこうなんかテレザがあのいいねそれって言ったら、どっか書くから紙くれって言ったら、パンをくるんでた紙渡して、そこに歌詞書いてみたいな。すごい、でもすごい、あの3月の水はあの、どれ聞いたらいい5選で しっかり喋ったけど、あの自然の目についたものを全部順番に言っていくみたいな歌詞だよね。そうです、ポッソフンドってところになって、住んでポッソフンド、うん、なんかそこにずっとまあ、スキーで行ったり来たりして、そっちですごく作曲してたってよく書いてあったけど、だいぶ遠いよね。遠いね、ちょっと、うん、ユニクロ遠いね、山の方の車だと5、6時間かかる、もっとかかる、東京から行くと群馬ぐらいかな、ぐらいかな、ね、それぐらいの感じだよね、それぐらいかな、そう、うん、それぐらいかな、それぐらいの距離 でそこにまあ、 あの家族がみんな家買ってそこに住んでて、まあ、そこがものすごい自然のいっぱいだから、そこでよく作曲してたって聞いたけど、まあでもこの辺ちょっと後期になってくるとあんまりみんな知らないけど、結構名曲がいっぱいあって、でまあそのまあジャズの人が見るようにまとめたので、3月の雨とあとはトゥーカイトぐらいかな、ジャズの人がよくやるのは。まあ離婚される、すごいなんかおしどり夫婦って言われてたんだよね、ものすごいいつも一緒にいて、でもやっぱりそう、知らなかったんだけど、あのピアニスト同士なんだ。ピアニスト同士だね。うん。で、彼女はボサノバの人じゃなくて、うん。うん、で、まあいろんな音楽的な違いもあっただろうし、多分ツアーがいっぱいあって、で、年中旦那さんいないし、で、ツアーも一緒についていくと、一緒についていくんだけど、もう一日中弾いてるし、で、横で見てると、その弾いてるところに群がる女の子がいっぱいいて、なんかこういろんなこう音のかけ違いがあって、どん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 こうお互い会話が減ってってみたいな。でもさ、俺が聞いたんだけどさ、ここで結果かあの読んだらさ、普通日本人ってさ、こう奥さんとかはさ、なんか私出ていくわって感じなんだけど、あのトランクに全部そのジョビンの荷物が貼ってあって、出てってあれで結局あっちこっち泊まり歩いてしばらく家に帰らなかったって話なんだけど、日本とちょっと違うね、やっぱり。ありえないね。ありえない。あ、ブラジル人ではってありそう？まあね、まあミュージシャンだったらね、うーん、結構そういうなんかね、うん、あのツーはね、国の中でもツーはでもすごいそういう
結構広いからね。に帰れないね。ああ、そうね。日で帰れないから、ああ、もそうか、そうか、とか。う、見て、なんか回しても、やっぱり、大変だね。あの時代もっと大変だな。しかも SNS もないしさ、電で話もそんなにね、ね、時間に。すごい電話してたって書いてあったけど、しょっちゅう1、2時間電話してたらしいけど、それ、すごい好きだったんだよね、きっとね。でもそれでもやっぱりだんだん時間がこう、10ね、何慣れ年ちゃうと思うよね。かわいそうだね、奥さん。ね。で、結局別れて昇進の間にアナ・ベアトリスと、まあ、再婚、かなり若い。わかる。ね。で、2人のことを、まあ、書いた「トゥー・カイト」っていうのが結構有名ですが、こんな感じかな。で、あとはまあ後期、ジャズミュージシャンと、特に上辺男性とかね、いろんなミュージシャンと一緒に演奏してる、三月もそうだし、いろんなミュージシャンと一緒に演奏して、いろんなアルバム、すごくね、今聴いても全然いいアルバムが後期残ってるんだけど、まあ1990年に、ずっと足が痛いって言ってたのに、結局血管の病気で、で、痛いから、これは、なんか、足のこう、エクササイズとかしたりとかして、足が痛いと思ってたけど、実は内臓の問題で、で、最後、手術を、なかなかブラジルではできない方、ニューヨークのマウントサイナイ病院に行って、手術室入って帰らぬ人となってしまったという話なんですが、まおぼ、おぼ、覚えてます、その日に。あ、本当。ニュースで見て、ショックね、やっぱり。ああ、そっか。その日にもうブラジルの有名なミュージシャン、カイタノ・ベローゾとか、ジョン・ジュバートもライブやってたの。カイタノ、特にカイタノが一番大変だったね。ライブ中でできなくなって、なので、エウセキボチャマ、ベトダミア、ビードボチャマスタートして、もう、途中でできなかった。ずっと待ってて。だから、覚えてる。それを見て、はあ、ジョビン、信じられないね。なんか、死なないと思ってたね、あ、ずっそと。うだよね。子供の頃ずっと、もう、絶対死なないね、この人。まあ、そういう、カエタノベルトだからね、ものすごい可愛がってもらってたから、もう家族みたいだと思うね、楽確しみみたいかにな。ね。いやー、そんな感じ。だから、ここにはちょろっと出てきてお話ししなかったですが、やっぱり、ブラジルだとこのナラレオンとか、エルスレジーナとかってもうヒーロー中のヒーローじゃん？ホベルト・メネクスカルは会ったことあるの？会ったことあります。はね、い。すごいね。ギターもらった、プレゼント。マジで。その時、あの時に、そう。ホベルト・メネクスカルめちゃくちゃギターうまいよね。うまい、うまい。ジャズ大好きで、今でも、私6年前ぐらいあったんだけど、その時でもまだギター勉強してたの。ジャズのレッスン行ってたの。通ってたの。通ってるの？すげ通っえてるの、すごくない？なんか、この子ね、今、ジャズ先生すごくいいよ。新しいモダンのフレーズとか、いろいろ教えてくれるの、すごかったなと、かわいいなと、すごい、大す好き、ごいね。大好き。まあ、オベルト・メスカ、カンゴス・リアっていう2人が、まあ、ブラジルのこうギター教室やってて、そこにナラレオン出入りしてて、で、ナラレオンのお家でボサノバができたってよく言われるじゃん。お家にみんなこうジョアン・ジルベルトも来て、しょっちゅう来てたみたいだし、で、なんかジョビンも来たらしいんだけど、でもこう、この辺って日本人ってあんま知らないじゃん。そうですね。ね、この名前知らなかった人多分めちゃくちゃ多いと思うんだけど、もちろんブラジルのことが好きな人はみんな知ってる名前だと思うんですけど、これやっぱりジョビンが何が違ったって、やっぱ英語、海外に対してこうアメリカに対してすごいこうね、著作権の問題でも戦いつつ、語学の問題でも戦いつつ、でこう要はアメリカに行くとなんかブラジル人には心を打ったやつみたいなこと言われて、アメリカにはボサノボゴーホームって言われて、そういった中でこう、その多分彼はすごくこう処世術うまかったのかな、こう優しいというか、みんなに優しいというか、なんか悪く書かれるとすごいへこんでたらしいけど、それでも一生懸命やって、やっぱり自分で歌詞をちゃんと忠実に英語に訳したりとかっていうのもやったから、だからこう世界に認められる音楽になって、で好きな人がこういうブラジルの音楽っていうか、みんな今ボサノバって言わないんだっけ？もう言わないですね。ボサノバも
まあ、まあそのね、まだやってる人もいるけど、うんうん、もうボサノバもいえなんかね、うん、もう言えないですね。MK ベンになっちゃった。MK ベンになっちゃった。ポポラーブラジルね、ポポラーミュージック、ブラジルのポポラーミュージック、うん、そうだね、奈良からね、奈良ちょっとボサノバのシーンがでもないけどね、ボサノバちょっとボサノバから外れてった感じだよね。もともとボサノバ歌ってなかったからね。ああ、そうだから違うちょっとポップス、ロックみたいな感じで歌ってて、うんうん、音楽歌って、やっぱりそれでもう、メネスカウトね、カルジスカウト、ホナウド・ボスクリね、うん、作った人と、そう、奈良と付き合ってたしね、うんうん、奈良レアウトね。そう、ボスクリね。で、その後、ロナウドを結んだね。エリースとホナウド・ボスクリ結婚したね。ああ、ここ結婚したんだよね、それ。多分エリーズは奈良もともと好きじゃなかったから。ここはもう彼氏を盗んで。ここは本買ったら、ペケってつけたって、すごい仲悪い。でも、二人で一緒に演奏してるコンサート一個あるね。そうそう。うん。喋れなかったね。うん。あ、喋れなかったんだ。すごいね。でも、ボスコリは多分、エリスをと、エリスがボスコリを取ったっていうよりかは、ボスコリは別のボーカリストと付き合ってて、それでナラレオに捨てられたって書いてあったけど。まあね、いろんな話あるけどね、その時映画、エリースの映画あるの、うん、最近出てきたな、ね。その時はナラレオと付き合ってたっていう、って言ってるけど、でもエリース、ちょっと、もともとホナウドはエリースのことあんまり好きじゃなかったみたいな。あ、本当。南のところから来て、ブラリオデジャネイロ。みんなボサノバ、ね、ちょっと言葉も違うし、アクセントとか、うん、ちょっと、それでいい、この田舎もね、この田舎もの。って思ってたんだ。思ってたらしい。でもその後はイリーズが、うん、あの時代のボサノバ一番面白いなと思って、うん、ちょっとジャズっぽいの、たくさんあったしね。あった、実際。60年代、50年代も、ビッグバンドみたいな、ドラムの叩き方でも、やっぱり、ちょっと影響たくさんあったからね、サンバね、めっちゃ面白いね、あの時代のボサノが一番好きです。エリスはね、ウェイン・ショーターとレコード作る話してたんだって。ああ。で、ウェインの自伝に載ってて、で、エリスは、もちろんウェイン・ショーターとアナ・マリア2人をお家に呼んだりとか、逆にウェイン・ショーターの家にしばらく泊まりに行ってたりとか、ウェイン・ショーターはその時はさ、創価学会だから、ティナ・ターナと一緒に住んでるのよ。おお、すげえ。すごくないなんか奥さんとティナ・ターナが仲良くて、でティナ・ターナが旦那から逃げて一緒に住んでて、でもみんなでこうなんかパーティーしたりとかしてて、でエリスとレコーディングしようって決まって、さあ進めようってなった時に、薬物摂取で亡くなられたっていう、うん、結局実現しなかったみたいな話なんだけど、まあこういうボサノバを作ったって言われてるから、この多分僕いろんな本にも書いてあったけど、ジョビンとモライスとジョアン・ジルベトロはボサノバの人って感じ でこれが次の時代の人たち で、うん、でもう今こっから以降はもう MP ベイって言われたボサノバじゃない形、うん、でもスタイルは似てるよね。何が違う？まあちょっとやっぱりリズムも少し変わるし、うん、ハーモニーね、ハーモニー少し、うん、どんどんちょっとどっちかというと、ジャズとかね、時代のジャズから、ちょっと離れて、うん、ハーモニー少しずつ変わって、やっぱりジャバンみたい、テクテルボーズの曲とか、もっとやっぱりリズムの、ブラジルの中のリズム入れたりとか、南の方とか、北の方のリズム入れたりとか、歌詞の内容とか、やっぱり変わってるね。歌い方と、あと歌い方も結構変わりましたね。ボサノバ、ナーラとか、ナーラとエリース結構分かれてるね。エリースは結構激しいの。激しいし、リズミカル。うん。そう。ナーラはすごいフラットで、フラットなの。あの時も前のボサノバ、ジョン・ジョベルトも結構フラットで、落ち着いてる感じ、うん。やっぱりこれで変わったね。でもこれは時代、ブラジルの時代、軍事政権なんだから、ね、うん、みんな、バーってエクスプロージョンしたかったから。うんうんうん、ブラジルの、そうだね、ボサノバからね。
そっか。まあ、ね、もう本当に社会的なものが結構でかいもんね、やっぱりね、そういう意味では。まあ、そういう中で、だから、ジョビンなんかも相当苦労しただろうけど、まあ、アントニオ・カロス・ジョビンは、まあ、一人目の奥さんとは長く付き合って、パウロがいて、で、アナ・ロントラと付き合って、で、ルイザ・エレーナの、ここの娘さんの曲がさっき、この間お話したルイザね。ルイーザね、はい。みんな同じ名前なんだもん。難しいよ。超難しい。だってさ、だってこう、アナ・ロントラのさ、娘が、じゃ息子がさ、ジョアン・フランシスコ・ロントラ・ブラジル・アルジメータ、ジョビンとジョアン両方入ってんだよ。もう誰かわかんないじゃん。昔のやり方ね、ファミリーの、お父さんとお母さんのファミリー、全部の名字が入れる。ああ、そうなんだ。す信じごられないね。かわいそうな、子供かわいそう。い。なんて読んだらいいかわからんみたいな感じだもんね。一人の名前だけ。まあでもやっぱりあれはね、僕が本で読んだだけよりかは、やっぱり実際にホベルト・メネクスからギターもらってる人とお話しさせていただいて。私もびっくりしたんだけどね。なんで？生きた歴史の動画になったかなと思いますので、ぜひ皆さん、ブラジルの曲に興味持っていただけたら、マルセロ君と一緒にやってる3月の水もあるし、前にやった曲でマルセロ君のオリジナルもちょっとまた動画で上げさせていただくので、ぜひマルセロ君も今日本のね、東京で活躍どんどんしてるので、ぜひいろいろライブも見に行っていただけたらと思います。またぜひ一緒に演奏しようね。お願いします。お願いします。ああ、今日はどうもありがとうございましありがとうごた。ざいました。